広島カープ塾始めます。今日は末亀選手について弟子2の方と一緒に進めていきたいと思います。カープ塾、カープ塾弟子2番の、はい、でございます。それでは末亀、選手についてですね、塾長からコメントいただきたいと思ってます。どうかお考えですか、世代選手に対して。そうですね、末亀選手やっぱりちょっとまだやっぱり野間にしてはちょっとどうでしょうね、ボールの角度が見にくいのかなと。レフトちょっと反応悪いですよねっていう、レフトライト、まあ、去年はファースト守ってました、守ってましたけども、はい、若干ちょっとボールが見えないのかな、バッと当たった瞬間ですよね、他の選手に比べて一歩目が遅い。だから足が遅いからじゃなくて結局として守備範囲が狭くなってしまうと。そうですね、突っ込めないですよね、チャージできないですよね、反応遅いので。ああ、まあそうですよね。なので、難しいですね。だから、ライトだと角度が見えますよね。見えてるんだ。レフトだと、だから、左打者の反応は悪くないわけですよ。ああ、そうですね。右の反応ですね、インコース。はい。だからレフト線の方に行くとか、詰まっただけとか。まあ、大変致命傷っちゃ致命傷ですね、まあ、それはね。まあ、これは練習量でなんとかして、まあ、試合に出てれば、解決はしていくと思うんですよね。別に金本選手もうまくできてたわけではないので。生実家じゃファースト守りよりもレフトで。もうレフトでずっと訓練してしまった方が、逆に変にセンターとかライトとか守って変な打球見せるよりも、いいだろうと。感覚を掴んでもらった方がいいかなっていうのは、これ誰にも一緒ですよ。感覚掴んできてるピッチャー、打ちますので、そうですね。もっともっと出した方がいいってことですか、塾長が目をつぶって。もっと出していいんじゃないかなと。右も左も構わず。そうですね。右だから打てないって感じはしないんですけどね、そういう感じで。しないんですよ。まあ、ベンチが見るべきは、右の何が苦手なのかを見た方がいいと思うんですよ。落ちるボールなのか、シュートなのか、スライダーなのか、それとも150を超えるストレートなのか。若干、右ピッチャーが投げる外角低め、外角周辺の逃げるボール、例えばカットボールとかスライダーとか、ここら辺が逃げには見えますけど、まあ、右の、強打者、一発ずつ、共通といえば共通ですね、共通といえば共通なんで、でもちょっと使ってみないとわからないんですよね、で、まあ、デビッドソンよりも入ってくるボールは打てないんですよね、そうですね、横側のボール打てませんので、はい、でね、なので高橋奎二みたいに左の上手は出そうなんですけど、これ左の上手はデビッドソンの方がちょっと難しいんですが、どうも左の微妙なスリーフォーターみたいな、だから高橋とかもね、完全に落ちちゃってるボールはいい、下がってるボールはいけてるみたいなんですけれども、ちょっと微妙な高さのボールでインコースに食い込まれたり、
もしくは左のシュートみたいに外に流されちゃうと、そうですね、まだついていけてないかな、うん、まあ力んでますので、まあ球しか出ないからやっぱそうなっちゃうとやっぱしょうがないですけどね。しょうがないんですよ、まあもう少しランナーいない場面でベンチはまあホームラン狙わせていいんだろうなと、スイングで。ああ、なるほど。ツーストライクまで。まあよく柳田がやってますよね。ツーストライク、ワンストライクまではもうめちゃぶりですね。してきまして、で、ツーストライク追い込まれると、まあ、軽打。まあ、パッと短めに、こう、コンパクトなスイングに変えるみたい。そうですね、はい。ちょっと末金も、それにした方がいいのかなと。なんでかというと、やっぱり今のだと、どんどん自分を小さく追い込んでっちゃうんですよね。どっかで抜いてあげないと。イメージとして、例えば日本ハムの万波中正選手とか、あんなような、あんな感じでまだはいいと思いますよ、ドラフト。ね、まあ、社会人に固執しすぎてるかなって感じなんで。そうですよね。基本的にはあれで大丈夫だと思うんですよ。なぜなら、捉えた打球はスタンドまで持っていく力ありますから、まあ、荒井監督も言ってたように、宇宙間でもスタンド持ってきますので。もっとフルスイングでボールをかっ飛ばすような。穴はあるかもしれないけど。ツーストライクまではそれでいいんだろうと。はい、で、ベンチも含めて、まあ本人がある程度研究しなきゃいけないのは、その若いカウントのフルスイングの時に、変化球って分かってて、ストレート待ちの無茶ぶりをやめるべきなんですね。ああ。なるほど。ありえないことを待つなと。やってますよねっていう。どこで注意されてないかっていう。変化球だよね。だって、あんだけ無茶振りして長打がある人に、そんなに真っ向勝負しては来ないですよ、あの体格に。オールスターとかじゃないですからね。ねありえないですよね。まあ、申し訳ないけど、今のプロ野球で言うと、ストレートの率は高い人で5割しかないですから。そうですね。まあ、通常でも4割ぐらいしかないですから、先発ピッチャーが特に投げれば、4割あればいいことですからね、先発は。あと6割は変化球ってことは、初球から入ってくるのは大体変化球と思った方がいいわけです。そうですね。変化球投げといて、次ストレートで、まあ、ファール出せるっていう方の方が、まあ、一般的なわけですから。そうですね。そうですね。だからそこを見極めて、その変化球を捉えてくれば、セイカネが打ちたいストレートの率が上がってくると思う。変化球打たれちゃってるわけだから。そうですよね。だからそこのスイングですよね。そこのスイングチョイスですよね。まだ末金が、要は初球を見逃しちゃうんですよ、変化球。で、ストライクとかボールとかになっちゃうんで、結局一球タイミングを取るスイングができてないんですね。となると末金選手はまあ、チームの中でどんな役割を果たすかどうかって前に、どういうバッターになりたいのかっていうところですよね。そこを新井監督は、どういうバッターになりたいんですかのために、末金8番以外使わないわけですから。そうですよね。任せてるわけですよ。末金選手はまあ、2軍でのその交流もあって、かなり超の選手に寄せてると、バットももらいですね、打ち方もかなり超の選手にできているんですけど、はい、もちろん超の選手はいい選手です。でも以前は鈴木誠也選手ね、憧れて入って、
金関選手だったんですけど、本当に超の選手なのかなってのはありますよね。違うんですよね。なんでかって言ったら、長野はめちゃめちゃ外角強いですから、だからあんなに離れてたって外角打つんですから。ですよね。だから、そう、荒々しいバッターですよね。なんか荒々しい。荒々しいとか。ですよ。だから、荒々しい監督とか栗田、栗原健太とか、あっちですよね。あっちの方がいいんですよね。だから、要は、まあ、もしくは左になっちゃうけど、入団して3年目ぐらいの筒香とかね。イメージとしては、新井監督自身と一番いいような気がするんですけどね。一番いいと思いますよ。だから、そこなんですよね。だから、フォームとか、まあ、真似るのはいいんですけれども、まず初球の変化球のストライク近辺振らない。ね、ホームラン狙いに行かないと、そうですよね。で、そうすれば、大体次空振りしますよね。タイミングが合わなかったりなんだけど。大体分かりやすいのは、次ストレートじゃないんですよね。だって打ってないし、タイミング合ってないから、次も、まあ、変化球投げてるか、ファールか、もう一つ空振りで、2ノーにできるかなってピッチャーみんな考える。いやらしいな、だから若手の打者であればあるほど、そういうことしてますので。意外にフォークとかね、投げますよね、チェンジアップ。そうなんですよ。で、それもあって、もうそれを振ればいいわけですよ。で、1球目振ってれば、要はじゃあ、振ってるから、感覚があるわけですよね。ね、まあ、要は、ストライクボールであれば、なんで空振りだった？ボールであれば、どれぐらいの誤差の空振りだったかとか、わかるわけなので、振らないから誤差がわからない勝負をするので、それかなんかちょっと追い込まれてるんですよ、ね。まだ、そうですね、新井監督とか浅山が言わなきゃいけないであろうことは、あなたまだ一軍のボールを振って、誤差を小さくした方がいいんじゃないっていう。そうですよね。あの、ランナーいない場面ですよ。もうランナーいる場面は、その、いろんな、ちゃんと打ってもらう、まあ、打ってというか、自己本位なプレーはちょっと困るんですが、そうですね。ワンアウト、ツーアウト、8番なんて、まあその試合はある、まあそのイニング、まあ0点で終わるってベンチも半分覚悟してるイニング。そうですよね。なんで。あと、どうなりたいかってありますね、やっぱり末金選手はね。そうなんですよ。どうなりたいかっていうほどそんな選択肢はなくて、もうどう見ても、もうこう、まあ今日だね。まあ中田翔みたいになるしかないわけ。そう、中田翔っていうのも質疑いい答えですよね。打点を取るんだと。まあ、もうとにかく2割3分ぐらいだけど100打点だったんだから。はい。超の被災選手ですね。まあ、仮に台頭中がうまくなったとしてもですね、あの、正解選手が超の選手を若い時みたいに、盗塁をバシバシできるわけじゃないわけですよ。まあ、走塁能力があるわけではないので、で、まあ、末金にカープベンチだったり、フロントが最多安打は求めてないと思うんですよ。求めてないでしょうね。イメージ湧かないですね。逆にホームラン王でしょうと。はい。ちょっと翔選手とはまあ全然違うなって気がしますよね。一番違うのは末金が外角にそこまで強くないことです。そうですよね。もう、あんなに離れて外角打って首位打者取っちゃう人なんだから。ちょっと天才ですからね、長野選手はね。ちょっと末金が間違えてるのは、鈴木誠也長野って、
天才真似てどうすんだって話なんですよ。そうですよね。なんか、しかも、まあ、もっと言うと、癖が強い天才真似てるんです。癖強いですね。はい、だから、前田智則のように、うん、基本なんだけど、なんでそんなに打てんのみたいな、基本をやってるのに打つ人。はい。そうしたらのはどんなに真似たくても、いや、チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。